PC エンジンファンの皆さん、こんばんは。ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは417本目、 F1 チームシミュレーションプロジェクト F をお送りします。 PC エンジンオリジナルのシミュレーションゲーム、ただのシミュレーションじゃないですね。 F1 チームをね、シミュレートしたものですね。今まで自分でね操作する F1 ゲームいっぱいありますけれども、なんとこちらはね、 F1 チームを運営していく立場になってゲームしていくわけですね。優勝ゲームしていくんで、優勝目指していくわけでございます。はい、自分で操作するですからね。レースシーンはまあ全く監督で、オーナー監督となってますから、指示を出す、的確なねピットインとかの指示を出すぐらいですね。はい、1個目さん、10万石さん、黒金さん、アランプロストさん、6個目さん、ゴールデンバーグさん、サンジさん、シャトルさん、リンドウさん、ありがとうです。今だとモータースポーツマネージャーとかの元祖というソフト、元祖ね、モータースポーツマネージメントですね。はい、モータースポーツマネージメントするね、ゲーム。92年9月11日発売、日本テレネットレーザーソフトブランド、スーパー CD ロムロム、6980円、シミュレーションゲーム一人用でございます。バックアップは1箇所272バイトで最大2箇所となります。イージーリスニング、シャトルさん、カズサトシキさん、黒金さん、ありがとうです。はい、まあ音楽が超かっこいいでね、音楽 CD としても OK です。はい、それでは行きましょう。よいしょ、これリアルですからね、非常にリアル。和骨です。はい、トモ先生、音楽指示でじゃあ、ね、ジュニアのサイレンが、オープニングアートかっこいい、早源さんでしたっけ。おじさんさんが5800オープニングがかっこいいんですよ、これ。あと少しですごく良くなるような、そんなゲームです。ダウンダダダダダウンダダダダダダウン、イエーイ、おじさんがレベル、音がかっこいいな、これ。ダーン、ダーン、ダーン。イエス。森さんが一番大事。こんばんは、お疲れ様です。猫じゃないっしょ。今週もよろしくお願いします。今週もよろしくお願いします。ルーノー V 剣が吠える。ワクオクです。ゴミの流れを見ると内容が変わった。24個目されて、音楽がかっこいい、超かっこいいから。いろんな意味での話題作。イエス。はーい。最高か、OK。スピードアップだ。発表ができない曲かも。BGM が超かっこいいんでね。ね、みんなのオープニングもいいし。28個目だぜ。はい、30個目じゃないですか。BGM かっこいい。確かにオップと BGM ハイですね。ここまではめっちゃ面白そう。おい、プロジェクト F。 酷評だったゲームかな。はい、モードがね、3つありますね。コンティニューモード、ニューゲームモード、デモモード。24位にランクインしました。デモモードはね、練習プレイでするんですけど、これ何年の？デモモードは1年か2年で終わるんだっけ？きっとど派手なレースを引き継ぐゲームなんだろうな。これ運が悪いとオープニングが流れないんで、デモモードだといいかな。デモで。ある F3000 のコンストラクターチームオーナーは F1 へステップアップを図るため公認の監督を探していた。チームをワールドチャンピオンに導いてくれる有力な人物を、はい、そして数人の候補の中からあなたの元に依頼が届いた。よくあるパターン。そのチームは新参ながらフルシーズン戦うだけの施設、設備、そしてパワーが揃っていることがファクトリーなどを見ただけで伺える。どれに下がりです。我がチームをワールドチャンピオンシップにおいて
タイトルを狙えるトップチームにしてもらいたい。ダブルタイトルを勝ち取ることができれば何も言うことはない。1年や2年の間にとは言わない。もちろん早ければ早いほどいい。ただし10年が限界だ。それまでに最強のチームに、ワールドチャンピオンチームにしてほしい。オーナーとの熱意のこもった会話はしばらく続いた。バチだよ、寝ながらできます。ついにオーナーのレースにかける情熱に打たれ、契約書にサインを記した。こうしてあなたは今挑戦者としてスタートラインに立ったのである。勝利をさえなさい。ゲストさんが200プトニコに広告しました。あ、10年契約なら丸儲け。やっぱりあるな。はい、ラルですね。ゲストさんからです。超問題作ですね。ニューゲームでいきましょう。いや、もうオープニングからしてもね、すごい、あ、これはいいなってね、伝わってくると思います。オープニングからしてね、クリア枠は雑談枠だった思い出が。そう、本国先のアニメーションがすごい。じゃニューゲームでね、面白そう。でしょ、ニューゲーム。ニューゲームでしたね。これね、運が悪いとニューゲームでもね、ネームエントリーできない時あるんでね。はい、あなたの名前ですね。これ監督の名前と。F1 2021ってゲームでのチームモードってのがありますね。あ、ね、そういう元祖ですよ。で、チームネームですね。チームネーム、まあまあ、チームレーダーチームでいいでしょう。で、タイプ。タイプはですね、監督のタイプですね。監督のタイム。54個目さんでした。これでイギリス。あ、ね、ニューゲームにプレイしてもね、このネームエントリーじゃなくて、ネームエントリーとかね、監督の名前つけれない時があるんで、その時は一旦最初にデモモードで始めてニューゲームやったら、面白い耳ですね。確かね、名前つけれるんでね。はい、名前つけれないと思ったら、ロータスのピーター。っていうか、名前つけられないと思ったらもう一回ちょっとね、選び直してください。デモモードになってるかもしれないね。はい、ニューゲームだと、多分できる。イギリスだとマネージメント面が強く才能のあるドライバーと交渉しやすい。イタリアは技術力が優れており新パートを開発しやすいが継続力が、統括力が低い。フランスはテスト用のサーキットを利用しやすいが技術面に弱い。日本人、技術力が優れており日本企業スポンサーと交渉しやすいね。まあ日本人ですから、私は日本人でね。このラツ監督のこの実写が使われている。はい、これでいきましょう。はい、まあ今オープニングは今のと同じなんで飛ばしまして、はい、まずはね、マネージメントからですね。まずスポンサーと契約しないといけません。はい、パートナーからね。テクニカル、はい、デザイナーをね、雇いましょう。まずはね、レベル1のランクの人しかね、雇いませんね。あ、もう雇われてるんだね。空いてる人はこの、はい、1年前でね、もうね、いいですよ。パーツチェック。はい、エンジンは、今契約できるホイドさん、ホイドさんしかできませんよね。で、サプライヤー契約と、あっちの何契約だったかな、本契約がありますけど、今もレベル1のサプライヤー契約しかないですね。はい、サポート契約ね、はい、スポンサー契約と、はい、続いてエンジンもホイド製ですね。はい、まあ、見てわかるように実名ではないですね。まあホンダならホンダとね、なってますし、はい、これはコネ、コミツ、
えられますね。まあ、このどっちかですね。はい、ジャパン。はい。で、続いてブレーキ。ブレーキは一種類だけですね。はい、タイヤ。タイヤ。ね、イタリア製か、アメリカ製かですね。グッドイヤー。コッドヘア。コッドヘア。ホイール、ホイールですね。ゴールドメダル、NGA、オール、ジャパン。ガソリン、オイル、モビールワン、アジット。はい、どうぞ、ね、契約してみましょう。ね、これなんですかね。カウリング、カウル、イエス。はい、続いて、どうぞですね。どんどん契約していきましょう。ミッション。昔はこんなにもエンジンあったのに、今で買うのウィング、メルセデス、ホンダ、今年絶対エラーンだけになってしまいました。ステアリング、はい、ここなんですか。カチャ、分かったね。あ、シャーシか、シャーシですね。はい、カウル、デフューザーね、結構パーツいろいろ、まあ、これで全部ですよね。はい、 OK。 はい、続いてドライバーとの契約ですね。ドライバー、はーい、まあレベル1のドライバーとしかね、最初契約できませんから、まあちょっとまあ、レナさんコメント、僕は確実にチャンピオンを脱出することができる、でもそれが可能なマシンじゃなきゃダメだね。ね、契約できない、自信満々の、はい、ベルガーさんですかね。速さでは他のトップドライバーより負けないね。はいね、ベルガーさん、ね、お、中島さんですよね。粘り強さが僕のセールスポイントかな。シエルさんですね。はい、まあレベル1の人もですね、こんなコメントもありますね。ハッキネさんは安いじゃないですかね。ハッキネさんまだレベル1だ。そこそこ走る場所いたら十分乗りこなせる自信もあるよ。ね、予約金安い。安いな。ファーストライバーで。はい。BGM がいいんですよね。あ、タルピーニだ。老人気問題です。速いマシンがあれば期待に応えられる走りは保証しよう。じゃあタルピーニだ。セカンドドライバー。プレイヤーさんですね。ミラーを見ないだって、そんなことないよ。ミラー見てるよ、ミラーは。ミラーは見てない。テストドライバーですけどいいですか。はい、ね、これ3人の契約果たしたら、これはテストですね。テスト、はい、テストを行います。パーツテスト、パーツテスト OK で、サーキットテスト OK。はい、これで OK ですね。わ、こっちです。はい、OK したら、いよいよレッスン2だね。いよいよレースになります。いよいよお楽しみのレース。さあ、なんと予備予選があります。プレクオリファイリー、まだ新参チームですから、まずはね、予備予選があるんですね。クラスおじさんいらっしゃい。はい、1年目はですかね、予備予選があります。はい、予備予選結果、上位4台が、はい、右上見てください。指示がね、出せるんです。ペースアップ PU がペースアップ、ペースアップしろね、ペースアップしろね、ペースアップで、これはペースダウンね、でピットに入れ、マシンのチェック、マシンのチェックですね。それからハテナ、これはハテナです、わかりません。はい、この4つのコマンドですね。4つのコマンドで、まだ僕はパワーユニット全員になりますので、はい、わかりません、はい、パワーユニット。今 10m のとこはね、走ってるところです。音楽が超かっこいいですね。素晴らしい。もう始まってるよ。始まってるよ。今 10m がね、出ます。あ、
配信画面だと見えますかね、あの点滅。あ、見えますね。はいはい。ね、パーツドライブ、デカンドライバーが。どうぞ。予備予選何週だっけ。ちょっと長いんでね、これ飛ばすコマンドがあります。上上下下左右左右でね、確か飛ばせるんで。あれ確か上上下下じゃなかったっけ。コナミコマンドだったと思うんだけど、あ、セレクトを押したからね、はい、セレクトを押したから。はい、終了、予備予選終了。はい、予備予選が終わりました。丸々ポカーン。予備予選上位4台がね、公式予選になります。はい、出られることになりましたね。フリー走行、予選の前にね1回、決勝レースの前に1回ね、計3回、予選もしくは決勝レースに備えてセッティングを決めたり、調子の悪いパートを発見してメンテナンスをしたりしますって書いてあるので、まあ、セッティングとかできませんし、ね、メンテナンスとかできないんで、まあね、はい、まあ、ペースアップ指示して、はい、でフリー走行ね、はい、フリー走行終了。まあ、ここは飛ばしますよ。ね、ちょっと紹介技なんでね、どんどん。まあ、本格的に、やりたい人はね、ずっと見てた方がいいですね。はい。はい、いよいよ、予選です。予選はね、もちろん2日間行われます。はい。もしもう入れない場合、26台に入れない場合ね、予選落ちとなっています。30台中上位26台が入ります。音楽がね、いいね。ね、かっこいい。音楽本当にいいんですよね、これね。音楽 CD としてベストですよ、これは。まあ、予備予選からね、フリー走行全部見てたら、ちょっと枠内でね、レースシーンまで行きませんので。そうなんですね。ありません。もうペースアップだけでいいです。キジさん、ごめんなさい。ゲームの雰囲気的にも少し高めの年齢層を、ね、おそらくね、高めの。いい材料なんチャンナ先生。さあ、ウォームアップラン、ウォームアップランまであるね。ゲームないですよ、他に PC エンジンではね。ウォームアップラン。全部両極、ワコツンです。ウォームアップ走行。これメイン画面。ありがとうございます。ね、予備予選、フリー走行、予選、ね、ウォームアップで一周走らす、ね、もう走ったことにしましょう。やだ、はい、さあ一周走りまして、いよいよスターティングリッド、ね、ウォームアップランまであるんです。すごい。さあ結果ですね、6番手しかね、表示されませんね、6番までね。予選突破できたのだろうか。予選はね、この画面になったらできてるはず。さあ、いよいよ決勝ファイナル。順位はお見せできません。順位をお見せできません。謎なの？謎です。はい、周回数21周ですよ。21周。なんで来たんじゃない？これはそんな評価良くなかった。はい。見なさい。ね。バンバンバン。見なさい。シャーン。P って書いてあるね、あのポジション。
それからあの青いゲージありますね。まだね、エンジン、タイヤ、ウイング、ガソリンですね。はい。そうなんです。その通りです。もうここらでね、皆さん分かってきたと思いますけども、はい、ずっとあのこの繰り返しでございます。これ21周ですよ。21周ですからね。あ、予備予選からすると何周ですかね。もう30周以上はずっと見とかないといけないですからね。はい、そうです。実時間に近かります。どうです、だからこそこの音楽、ね、そうです。はい、いらっしゃい。絵はね、これ同じですね。はい、あの他のチーム行っても絵は同じです。デバッグね、してないと思います。これデバッグしてない。あ、しててもね、あのもう意見ね通りません。はい、意見はね、あの通ってないと思いますよね。これちょっとみたいなことですよ。大丈夫だよ、もう決算なんだよ。9月決算でもう決算なんて発売するんだよみたいな。137個目でね。あ、ちなみにね、途中スキップするとその時の順位で確定しますんで、まあ例えば上位の時でね、上位のとこでスキップしたらそこで優勝できます。はい、あとね、タイヤとか傷んでもこれそんなにスピードで、まあ若干一周するあのタイムはね変わりません。まあタイム若干落ちますけど、どうなんです。まあ最初はまあマシンがあれなんで、ね、できませんけど、まあ3年目ぐらいでもできるますからね、チームでね。強制やかたしようかな。だからあのピット入らないんでいいですね。けどコンピューターね、ピット入らないんです。はい、だからピット入ったら勝てません。よく倒ないですけど。せっかくのね、あの監督の采配なんだけど、ピット入らないんでね、他のチームもね。だからあのずっとこれピット入らないで、ずっと勝つにしてもね、ずっとあのぐるぐる回ってないけないですね。はい、だらだらね、まあ音楽が爽やかなだけで、それからまあ実際はあのペースアップ一時で部屋の掃除したりとかね、いろいろ作業とかしたり、作業 BGM にいいんじゃないですかね、これね、非常にね。そうなんですよね。はい、終了。強制終了。ゲームしながらね、他のことができる。はい、それからね、一番問題なのはね、まだありますよ。はい、まあ、結果ね発表ですよ。はい、で、普通は、皆さん何がね、F1 チームですから、ね、優勝してくれとかね、ワールドチャンピオンに なってくれと言われたんで、大事なね要素があると思うんですけどもね、ないんですこのゲームね。はい、獲得ポイント、累計のドライバーズポイントとか、まあ、もちろんね、コンストラクターズポイント、順位によってのポイントね、ないんです、はい、あの表示されないんですね。説明書にはね、獲得ポイント、累計ドライバーズポイント、累計コンストラクターズポイントがレースがね終わったら発表されますって書いてあるんですけどね、発表されません。はい、発表されないんで。ワールドチャンピオンに、ね、なってもね、ワールドチャンピオン優勝とか
ないんです、はい、リスナーさんがメモってくれてましたね。どうリスナーさんがメモってくれていただいてね、攻略枠の時はで優勝してるのに、そういうのコンストラクションモードの方がゲームしてますね。あのおめでとうとかないんですね。わらわら、まあ、10年のうちにわらわらやってくれと言われましたけども、10年間過ごしたらクリアです、このゲームね。10ワールドチャンピオンになったらクリアって、あの説明書とかオープニングでは言ってますけども、クリアではないまで10年間過ごせばねクリアになりますんで、はい。現在の放置ゲームを先取りしてるんだよ。10シーズン以内に自分のチームをコンストラクターチャンピオンにすることじゃなくて、10シーズン、戦い抜くことですね、はい、ゲームオーバーにならずに。耐えれば OK？ 耐えれば OK です。耐えれば優勝したことになるね。まあ耐えてたらそのね優勝できるんで、ラウンドごとにテストね、これできますんで、これやって、はい、次の日 OK。 仕事はこれだけですかね。あとね、まあレベルがね、ラウンドが進むとレベルが上がるんで、いいドライバーを雇ったらもうね、確実に1位は取れます。このレベルも、何ですか、年数が進むとレベルが上がって、いいドライバーとかね雇えますんで、はい、このクリック仕事で楽なお仕事だな。まあスキップコマンド使わないとね、本当に苦行でしちゃいけないですけども、まあ、音楽をね聴きながら何か作業をしながらやってた。そうなんです。まあスキップコマンド使えばね、まあね、スキップコマンド使っても結構何枠かかったのかな。スキップコマンドを使って、46枠ですかね、46枠。なんでね、スキップコマンド使わなかったらもう100枠以上はねかかると思いますんで、はい、たっぷり楽しめます、プロジェクト F。 惜しいんですよね、企画とかね、コンセプトっていうか企画はいいんですけどね、練り込み度が足りないというか、惜しいんですよね本当にね。音楽はいいだけに惜しい。もうちょっとね開発期間があったらよかったかもしれませんけどね、説明書とあと画面が違うところもあったりしますんでね。さっき順位6位までしか発表されてなかったですけどね、説明書の画面だと10位までね、はい、発表されてたりしますね。音楽はいいんでね、音楽 CD としておすすめでございます。はい、そうなんですよね、前回は 4.8% の方が所持されてました。今回どうでしょう。テレ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 デデデンテレ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 デデデンテレ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 デデンテイン。あ、客増えてる、10.7%、 やりました。音楽ほんと名曲ぞろいなんでね、はい、全くはいいってそこしか褒めるとこないのかよって言われそうですけどね、そこしかないですよね。はい、ご視聴ありがとうございました。ディレクター、一応ゲームできたんだろ、さっさと発売してね。今日はプロジェクト F をお送りしました。私ほとんどの PC にソフトはね褒めますけどもね、はい、このソフトは音楽しか褒めるこれは確かに褒めにくいかも。はい、オフでした。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 明日のマラソン枠は、あの、翼がやってきます。オフでした。オフでした。あの翼が。音楽駆動7000円近くではちょっと、いや今7000円してんの、100円とかなかったっけ。ああ、今安いよね、今安いね、当時の定価で買ったらちょっとあれですけど今定価、あの安い、あの定価というかね、中古価格安いんで